Hello everyone, today I'm gonna make a video about this one, and gonna delete some banners that's gonna maybe good for you to look if you don't watch this stream. And don't forget I'm gonna and don't forget to like, subscribe and comment down below something that you want. By the way, I'm gonna leave in description this this channel and this stream so you guys to see for yourself. And yeah, if I move some with my mouse, maybe I want you guys to see. Don't know. So let's begin. はい、お待たせいたしました。ここからねアメージングをご紹介していきますから、いろいろよろしくお願いします。言いたくなる、はい、ということで今回のアップデートで実装されるイベントの紹介をしていきたいと思います。高木さんお願いします。はい、ではまずこちらのスライドをお願いします。ドン、サマーシーズンフェスログインイベント前での情報スライドお願いします。サマーシーズンスペシャルミッション、ミッションクリアでガチャチケットと育成アイテムを買う、サマースペシャルホークのトレジャーハンターということで、ステージクリアでツルハシを獲得、ミニゲームで豪華報酬を大量にゲットしてお願いします。アーティファクトウィッシュガチャ、過去に登場した限定アーティファクトでお願いします。ドン、殲滅戦協力イベントラメク、全プレイヤーでラメクを倒して豪華報酬を獲得しよう、最大数まで倒すと最大でダイヤ30個がもらえる、報酬はレジェンドの印、タイムリミットダンジョンの鍵、ダイヤ3、ワールドクエスト至高のかき氷を作ろう復刻、夏限定のストーリーイベントが復刻開催、クリアすると豪華な報酬が手に入る、シークレットボックスが獲得できる、報酬はダンジョンの鍵、ホークの、ダイヤペイバックイベント、期間中に消費したダイヤの数に応じて育成素材や新キャラのコスチュームを獲得、報酬はコスチューム強化素材、聴覚性コイン、新キャラ SSR コスチュームと、このようになっており、新アーティファクトカードセット効果、名称は2024年アメイジングサマー、5枚セット効果で女神族の味方の攻撃関連能力が1から 5% 増し、
女神族の味方がバフ効果にかかっていると攻撃に与えるダメージが1から 5% 増加する。こちら各カードの獲得できるイベントは殲滅戦協力イベントラメク、そしてサマースペシャルホークのトレジャーハンターと。Oh, fuck. Oh, my name is Google now. 細かい機能たちを改善。こちらコスチューム一括強化ということで、R から UR まで一括で強化できます。便利、便利。そして戦闘速度3倍速。一部戦闘スピード。働く時間だわ。出迎えはここまでよ。影に気をつけてね。あなたの体もらっとくね。影の中を見たことある？これはどう？絵師になりたいの？あなたにしては上出来ね。 CV 上田かな、属性筋力、種族冬、入手方法はシーズンフェスピックアップガチャとなっております。コスチューム見てまいりましょう。かわいい。ゲーム画面お願いします。メガネある、いいね。いやそうなんですよ、僕もメガネ、メガネいいなって思っちゃう。うわ、お、これは天の声さん。あ、僕の端末です、ね。一回ガチャ引きます。当たるかどうか。それはちょっと確認します。これサブラックです。その前に、これに見た前にちょっとキャラクターですね。カミラの。あ、生物。カミラの生物ですね。なんか右手引っかってる。見てるっすね。はい。めちゃくちゃかっこいい。あと、パシバル。かわいい。パシバル。レディグレディグここオフィスタッフショーのオーケーオーシュスカートがすごいなんか際どい感じが、それがいいんですよ。いいですね。なんですか、ダメなんですか。いいんですよ。ありがとうございます。それがいいんですよ。あんな発光しちゃって、ちょっとね、これが普通の衣装で、はい、で今回の水着、水着衣装だ。これはビキニでいいんですか。ビキニですかね。ヒラヒラしてる。ビキニの定義が分かんないですね。確かに。これはビキニでいいんです。これはビキニでいいんです。素敵。ハーフツインテールなんですね。うん。オッケー。オッケー。あ、本当だ。いい。前髪ショートっぽくしてね。次いきますか。これかわいい。かわいい。ちょっとアイドルっぽい。はい。わざわざ。わざわざ。ハートもうちょっと短くしてほしかったですね。レート。わかりますよ。ただ見てください、名前ちゃんとクールな優等生ですから。優等生スカート短くしちゃったらあれですね。優等生は正当範囲ですね、これは。デスモンチュレスネート。これってあれですか、あの
よくメインビジュアルで見るサブナックの衣装ですかとはまた別ですか。これはもう全然違いますね。デーモンクイーンめっちゃかっこいい。はいや、いいですね。これも好きな人もそう。ナイスルッキング。最後これです。ああ、いい。グルグル。グルグル。サーカスの。あ、そういうことか、サーカスの。紐の意味あるんですか、こういうのって。紐ってどこっすか。足の太もものところでね。いや、いるでしょ。いりますよ。ね、はい。ああいうのがまたセクシーなんですよ。あそこにちょっと食い込む肉がいいんですよ。あ、なるほど。あとさっきの正統派でアイドルで普段売っててなんかイベントかなんかの時にこの衣装、イベント衣装なんですよ、これの。どそういうドラマがあるんですよ。ドラマがあるんですね、はい、彼女のサブナックには、はい、小田さん作ったドラマが他も見ましょうか。どういう関係なの。で次武器ですね。武器はあの腕のところについてるモヤモヤあるじゃないですか。生物でもないのにすごい動いてますね。これが変わっていく感じです。すごい可愛い文字のとなんかモヤモヤのやつと、さっきのデモか、あとカードですね。あ、かっこいい。あ、これいいな、好き、うん、こんな感じ、はい、で最後ビューティー、髪の毛ですね。重要。これが普通のもので、めっちゃ可愛い。はい、めっちゃ可愛い。サングラス。サングラス。わあ、夏っぽい。髪いいっすね、これ。ね、ね、うん、アップしてるのいい。大田さん。うん、テュールいるよ、もうテュール使うし、先進テュール全部これだから好き。今見てきたから、これもいけるかもしれない。これも良さそうですね。次が、あー、これだよ、これ、これめっちゃ可愛い。見たよ、三つ編みちゃんとしてんだ。あ、確かに。三つ編みだ、可愛い。デイトス、これ好きだ。あー、メダメド。これでちょっとエッチしようことかさせたら、もうすごいいいですよね。みんなやばいっすね。みんなおっさんだ。なんか長井さんのなんかいろいろが見えちゃったな。ここデーモンクイーンのあれか。ちょっと角っぽい。だからデーモン。はい。可愛い角。お、これも可愛い。これいい。これもいいの。いいっすね。ツインテールに眼帯。あ、悩むな。メガネかこれか。なんかカバン持ってそうな。あ、確かに。でもなんか不明不明で、確かあれですもんね。ヘルも眼帯あったから、こう眼帯二人並んで。うん、おもろ。ヘルサブナックの不明不明で眼帯コンビみたいな。Yes, okay. 眼帯戦争起こるね、今回。確かに、今回のこれもいい。これもからマジでいいっすもん。ほんと水着ももうめっちゃ可愛いから。めちゃめちゃ可愛いっす。めちゃめちゃいい。なんか一個水着いいな。トータルでやってみますか、一個。そうですね、サマーですしね。水着で行きますかね。で、これ一回メガネにしてもらっていいですか、水着で。一応、一応メガネ。それ、それ、それ最後、すいません、要望。私がいないとダメだって。うわー、かわいい。うわー、出てた。あー、これめっちゃいい。これめっちゃいい。いいですね、これでいきます。これは、どれかさん、いいと思いますけど、水着で三つ編みしないですよね。しますよ。女性が言ってるんだから間違いないよ。まあ、メガネはかけないかもしれないけど。確かに確かに。メガネはダメだな。みたいな感じでいろんな衣装をね、ご紹介いただきました。ありがとうございます。すごい楽しい。ということで、おーってめっちゃコメント来てる。破壊力とかね。あります。あ、はい、なので不明族。はい。精神崩壊しそうでしょう、これ。確かに。なるほど。そこからの精神崩壊なんだ。我々もね。あ、すいません。じゃあ必殺技が、すべての敵に精神崩壊進化を付与していき、自分に2ターンの間攻撃関連能力を 50% ベンってやばいっす。分かれとるし、なんだ2行に分かれちゃった。これだよね。やばいんですけども、説明していきます。戦闘開始に自分させていただければいいかなと。本当どうやってデバフついていくのかのイメージをつけるために2人ともサブナックでやっていますので、よろしくお願いいたします。不明と不明ですね、面白いですね。もうお互いにアイコンが水着なんですね、可愛い。本当だ。殴り合うっていう。殴り合います。ただただ殴り合う。何も考えない。よろしくお願いします。お願いします。どっち先行だ。あ、いいね、いいね。お、札もいい。高木さんは、僕はもうこれこういう風にやるって決めてるんだ。これ何、妄想ですか。これ妄想をまずやります。すると精神崩壊を起こしましたね、今。でこれでパッカリ、ここで攻撃40、15万オールぐらいで、ここでてるちゃんの浄化する。
あーなるほど、攻撃者からヘルのデバフがつくからそれを浄化するんです。そうですね。気絶してる。でも完全に気絶してると思うんで、ヘルは動けないんですよ。本当だ。で今度マーリンは単体攻撃が受けてない。本当だ、マーリン単体負荷になってるって感じになりますね。マーリン全体負荷だったらよかったな、マーリンさんは。確かにね。で例えばですけど、こういう動きすると今度精神崩壊を起こします。うんうん。で先ほども言った通りこの暗影で精神崩壊後のデバフをつけます。さらにマーリンで単体スキルだけっていう状況も作れたりなるほどします。そうすると攻撃できないプラス挑発ついてんのか。そうです。本当だ、挑発。こういったような動きもできるので、妄想の暗影ね今の、はいはい、立ち回り次第というかいろんなパーティーも考えられるっていう。面倒だ。ストレスえぐいで。ちょっとこれきつい。硬いな意外と。硬いっすね。でサブナックはあの盾張ってる時はかなり硬いと思いますね。はい。ちょっとこれは？うちにサブナックの札が全然来てくれない。これ妄想？妄想か。そうですね。これでもう一回。でこの後殴ったら今精神崩壊状態になって。攻撃負荷と気絶が入る。そういうことです。これやめてやめてやめて。よし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 、生き残った生き残った生き残った。よし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 、いくぞ。えぐくないこれ。火力ってよりもなんかヘルを倒す、ヘルを倒す。あ、いや、マーリンさんのほうがいいかな。ないやん。俺は全てをここに全てをかける。おぉ、ヒュールに頼む。ヒュール頼む。ヒュールの札が全て。サムラック全然来ない。さあ、いけー金札ティール。いけー金札ティール。うわー、サムラック全然来ない。まあね、ナイス火力でもあったの。うわー、結構じゃないっすよ。つらー。で、天の声さんは今度妄想がないから撃つなら挑発か。そうですね、暗影しかないですね、それで。一番なんかついてそうなのがキュールですね。これでサブナック次あれにしてキュールで殴って、やっちゃって。よっしゃっしゃっしゃ、耐えた耐えた耐えた。やめてやめてやめて。さすがヘル。でこれまた挑発ついてるんですね。挑発がつきます。うわーマジか。ヘルなんとかしたいように。あ、でもこうしてこうしてまた確かにまたここでヘルのダメ、よだめをちょっと減らす。妄想入れてこれでテュールがあれになる。精神崩壊して気絶するもんね。ヘルが気絶します。よし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 。これはどうだ。浄化浄化浄化。うわ、これ読み合いというかスキル打つ順も含めて結構いや、きついですね、これ。考えると何も動けないですね、これ。いや、これ、めちゃめちゃ普段によっては真っ黒になりますね。はい、確かに。あ、やば。ほんとここが強みで、どううまく使っていくかみたいな。なるほど。暗影、とりあえずつけといて。ごめんなさい、もう、もう必殺なんて打たせない、これはもうガチで。ガチに勝ちに行ってる。いいダメージ、いいダメージ、いいダメージよ。あるよ。行け本人。よっしゃ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 。で、ドヘルが残りましたね。でも倒されますか。ヘル長いな。よしよしよし。いや、これ。これはちょっとむずいですね。いや難しいですよね。ただ真っ黒になった時の気持ちよさよ。まあそうですね。昔のフェスゴーセルの時のあの。楽しさ再来だわ。確かに確かに。これゴーセルのインベージョンも生きてくるのがまたいいですね。ね、うん、そうゴーセルがね、滞在パしか今まで使えないってイメージだったのが不明パでもめっちゃ生きてくる。はい、ということで
ご紹介したキャラを獲得できるシーズンフェスピックアップガチャですが、期間は2024年7月25日メンテナンス前まで。 SSR UR キャラの出現率4は2024年7月25日メンテナンス前まで。 SSR UR キャラの出現率 6%、 さらに新キャラの出現率もアップです。ショップにて専用のガチャチケットを7つの大罪を白くの4騎士の日記念プレゼント、うん、おこれから我々が答えていくと、うん、でクイズの正解数に応じて全員に報酬をプレゼント、はい、全体報酬はクイズの正解数に応じて全員にプレゼント、全員にプレゼント、ユーザーの皆さんにプレゼントされます、うんうん、This is the news. Yeah. No need to like to sussurr and go
Next door. Okay. I don't know what this is, but okay. Maybe it's going to show less stars. Upgrade this. Well, I'll leave the side of info in the description. So don't forget to go there. But I want to see this one. Maybe we'll just translate this one later. It's like pretty cool, but at the same time, no. I want to have this and this, of course. Of course, her. Because I got all of them, but not this guy. Yeah. Oh. Well, yeah. Maybe it will be super.